映画シティハンターにゲットワイルドが使われるのか問題だよな、やっぱな。今日本人の一番の関心事はこれでしょう。だってこれどうなるんだろうね。配信日決まったよね。4月の25日にネットフリックス映画シティハンターがまあ配信決定と、まあ、鈴木亮平が主演サイバリをやるってのはもうこれはもう素晴らしいキャスティングだし、下克上球児のとこでも散々喋ってきたけど、今40代前半でここまで油乗り切ってるというか、もう実力だよね。ここまでうまい俳優さんいないと思うし、まああってるしね。もうやっぱ変態仮面できる人だから、もうもっこりレーダーも全然いけるだろうし、ただこのゲットワイルドが使われるのかどうのかっていうのは、もうこのアニメ原作ファンのなんかそのめんどくさい叫びじゃなくてさ、そのサイバリョウっていうこの得意なキャラクター、イケメンだけどもっこりキャラっていうか、この感じのテイストの原作というかアニメというか、これをゲットワイルドが最後にアニメだけども流れることで、全部をなんかこううまくのバランスを取っちゃうっていうかさ、結局なんかいいドラマだったなと思わせちゃう力を持っている、もう絶対必要不可欠な一曲だったと思うから、これ最後に確かね、フランスのリメイク版とかでは使われてるんだよね、ゲットワイルドが。それだけでもなんかもうグッときちゃうからね、そこ見るだけでもね。だからこれ使われてるんですかね、楽しみだね。でも4月の25日からネットフリックス映画で配信と。であとはネットフリックスといえばこれですよね、こちら極悪女王、新キャスト解禁、ユリアネドリーバー、唐田エリカ、ゴリキアヤメ、クラッシュ、ギャルズ結成40周年。ダンプさんの半生を、まあ、ユリアン主演で鈴木治さんが、まあ、原作原案脚本もなのかな。これは相当楽しみ。ただこれもネットフリックスだけど、これは配信日未定なんだよね。であとこれは映画ではなくてドラマだよな多分。だからこれドラマってことを考えると、で日本のまあ著名な人の実写化でネットフリックスって考えると、どうしてもその全裸監督をまあ比較対象としてあげちゃうよね。もちろんダンプさんと村西徹さんは全然違うけども、ただそのネットフリックスにおける自由度だよね。だからこそ全裸監督はあそこまで描けたから、コンプラだの地上波ドラマ的な手心加えることなく全力で描き切ったんだろうなという感じがしたから、この極悪女王 もうこの時代の前女とかはもうコンプラっていう言葉が一切ない時代だから、まあまあきっちりこう描いてくれるんじゃないかなっていうところの期待も含めて楽しみだからこそ、その全裸監督っていうところと面白さっていう意味でなんかうまく並ぶぐらいの会心作になってるといいなという期待はありますね。ユリアンっていうのもいいよね。ただなんかユリアンちゃんと真面目に演技、さすがに真面目にやってるか、でもなんかふざけて演技してたりされたらもうかなわんけどね。さすがにちゃんとやってるだろうな。まあ結構あの撮影が大変でなんか入院したとかっていうのもちらっと見たような気がするんだけどね。やっぱどうしてもこのプロレスが元、プロレスが舞台になっているドラマだから、結構怪我とかもねあるだろうから、楽しみだな。これは鈴木治さんが、やってるっていうところがね、絶対面白いものにしてくれそうな気がするから、見る側のね視聴者の気持ちは絶対分かってると思うし、鈴木治さんも結構世代だったとは思うからね、リアルタイムで前女とかをわーってこう見ていた人だと思うから、こういうところで唐田エリカを持ってくるっていうのもいいよね。まあ剛力彩芽も結構いいけどね、唐田エリカがだからそっか長代千草かな、で剛力彩芽がライオネス飛鳥か、まあなくはないけど、体の線がな、どうしてもレスラーの体じゃないから、まあそれぐらいは見る側もね了承してみないといけないところだけどね。普通の女性の体型だったらまだいいとは思うんだけど、普通の人以上に多分こういう女優さんたちって細いから、その細さが強調されすぎちゃうと、だうまくその辺は撮り方だよね。撮り方でこうリアリティな、なるべくリアリティなものにどう見せてるかっていうところもね楽しみだけど、今きっともう撮影終わってると思うから編集してるんだろうけどね。あとこのネットリックスつながりの話で言うと、これファンの人は怒られちゃうと思うんだけど、これね全然面白くなかったんだよな。すごい期待されてたっぽいんだけど、幽遊白書ね、ネットリックスで全5話か、まあだから
第1弾終了みたいな感じかね、シーズン1終了みたいな感じか、一応全部見たんだけども、大して面白くなかったんだよね。この間もね、地元の連中と飲んだ時もそんな話になったんだけど、悠々白書ってその時代の流行に合わせてどんどん現代というかテーマが変わっていく漫画であったから、これを一つの、実写化にする、実写化する上でドラマとしてこう描くっていうのはなかなか難しい。だからそのCG がすごかったなっていう記憶しか残らなくて、なんかストーリーの、なんかこう作品として、ああ面白かったっていうのがそんなになかったんだよね。だからまあ難しかったと思うんだけどね。ただまあ CG は本当にすごくなってたから、かつていつだったか、あれ2年ぐらい前だったか、今の国のアリスが日本最高峰の CG 技術を使った、まあ、映像作品だぐらいのことを前一人演芸で言ってるけど、もうどん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 乗り換えられていきますね。もう世界クラス、ワールドクラスになってるなという感じはするけどね。まあもちろん原作好きな人はね絶対見てると思うんだけども、もう本当に我々世代なんですよね。悠々白書って俺が多分小学生か中学生ぐらいの頃だったので、リアルタイムで俺も見てたけど、原作はね。ドラマはまあそんなになんか記憶に残んなかったな、印象に残んなかったなっていうところで、一方ねワウワウのドラマってめちゃくちゃ面白いのが多いんだけど、ワウワウドラマ W っていうなんかシリーズであるんだよね。基本どれも全5話ぐらいでやってるワウワのドラマシリーズで、このだから殺せなかったっていうのが2022年にもうすでにワウワウで公開されてるんだけど、これが今ネットリックスでも見れるようになってて、これがめちゃくちゃ面白かったんだよね。これは見てない人はおすすめできますね。これも全5話なんだよな。そうだね、全5話で、でも本当にこれは完結してるし、とまあちょっとネットフリの話ばっかりになってしまいましたが、冒頭からあの今期のドラマ、今地上波でやってるドラマ非常に面白いのが多いっぽいんだよね。だから全部もちろん見てるわけではないからわからないんだけど、見てる人は教えてほしいんだけども、これドラマ9っていうサイトなのかな、今やっている地上波でやっているドラマの視聴率をまとめたものが載ってるんだけど、まず1位がさよならマエストロと、まあ、これは見てますね。まあまあまあっていう感じだけどね、まあ、一応見てると西島秀俊さんとね、芦田愛菜ちゃん、さよならマエストロ、平均、全話平均視聴率が 10.8% と、まあまあっていうとこですよね。本当ね、このね2位の隣のナース制度っていうのがちょっと見とけばよかったのかなって思ってるんだよね。これ全く見てないんだけど、見てる人はどうなのかな。これなぜなら原作が知念美希人さんなんだよね。知念美希人さんは最近で言うとガラスの塔の殺人は読んだばっかりなんだけど、読んだばっかりしても1年2年ぐらい前か読んだけど、まあちょっとなかなかここまで強引にひっくり返すかっていう展開ではあったけど、でもまあ要はミステリー作家の人だから、その人の原作のドラマだから見とけばよかったのかなっていう。たださ、こういう感じじゃない、これは別にと思っちゃったんだけど、そっか知念美希人さんだったのかと思って、見とけばよかったのかなと思ってね。まあ河江春菜は本当にうまい。もう AKB の系列っていうの、 AKS って言った方がいいのかな、系の中で一番うまい、子だと思うから。 TVer か、 Hulu では全部は見れて、 TVer では1話から3話までが無料配信。ちょっと見てみようかな、どうなんだろう。なんかこの感じだから、そんな知念美希人さんが原作だとかミステリーとか全く思わなかったから、まあよく読めばね、なんかそんなテイストはこういうところに書いてあるけども、あと、あこれね、グレートギフトっていうのもこれどうなんだろうな、これ何にもどういう話かもわからないんだけど、まあ医療もの、病院ものっぽいけどね、反町さんのね。あと4位のね、不適切にも程がある、これは一応見てるけどね。これはでもまあ面白いよね、40代50代の人が見たら間違いなく面白いと思うんだよね。令和と昭和の対比みたいなものであるとか、現代へのちょっとしたアンチテーゼというか皮肉というものも入っていて、まあただもうちょっと安倍さんが昭和の描き方というか、その昭和のシーンでの安倍さんの動かし方をもう少しコメディーをほんのちょっとだけ
を抑えるとよりリアルに見えていいんじゃないかなっていう、例えばこれ 4,50 代の人が見ても面白いだろうなっていうのは分かるんだけども、これ10代の子とかが見た時になんかもう極端な言い方すると銀玉みたいな見え方になっちゃわねえからみたいな、つまりさ、なんかそのなんて言うんだろうな、これな、伝わるかな、なんて言えばいいんだろうな、なんかありえないものを描いているんだろうなみたいに思われちゃうと損じゃない。このドラマの中で描かれてる昭和の話って全部本当だから、まあ、もちろん誇張しているけどね、ドラマだからね、でも誇張するのもいいんだけど、なんか阿部さんの演技をもう少しだけ抑えてもらうと、まあ、コメディだからまたそれね調整が難しいと思うんだけど、調節がもうちょっと抑えてもらうとよりなんかこのリアルに昭和の感覚をリアルに見せられれば、うわ本当にこういう感じだったんだね、そう考えると令和って今ってみたいな、この比較がしやすくなると思うんだけど、なかなか極端に、まあでもそうやって面白おかしく描くことでご容赦願ってるみたいなところもあるんだろうし、まあでもすごくさすが工藤監督というね、ポイントつくところがうまいよね、あこういう形でなるほどというね、やり方がこれはもう昭和の、あの再現させてるので、あの現代においては不適切なところがあるかもしれませんが、それはもうご容赦くださいみたいな、手塚さんのね漫画なんかでもそのままだからね、表現はね現代においてはって、あの断りが入ってたりもするもんね。だから、うん、なるほどというね、すごく面白く見てるけどね。あとねこれタイトルどうにかなんなかったのかなと思うよね。不適切にもほどがあるって、なんかいろいろ悩んでなんかもうわけわかんないまま着地しちゃったのかなっていう感じが、これなんかもっとこのドラマをポンとこうね物語るというか言い表せるタイトルなんかあったような気もするんだけどな、不適切にも程があるかっていうね。まあでもこれはね、まあ、我々世代はねもう絶対楽しめる作品ですよね。若い人がどう見てるのかなっていうね、もうフィクションみたいな感じで昭和のところの描写はね捉えられちゃうんじゃないかなという気が、まあうん、もちろん信憑性みたいなものはあると思うんだけど、よく聞く話ネタとしてもよく出てくるからね。でもなんかそれをネタとかではなくて、もうちょっとだけなんかリアルにな昭和のところが見れればなっていうか、最初かなり飛ばしてたからね、なんか演技の感じもね。まあドラマはそんなところで、何より来月ですよね。来月はもうこの新旧サスペンス対決、まずこの話に行く前にこれでしょうね。今書店とかよく行かれる方はもう必ず目にしてるでしょう、この変な家2、ピンと合いましたかね。うけつさんによる変な家2が今非常に売れている、話題になっていると、ネットでも評判むちゃくちゃ高いです。私全部読みました。いまいちだったな。やっぱうけつさんは変な家2、変な絵3冊全部読んでるけど、やっぱ変な絵が総合的にトータル的に見ると一番バランスが取れてるというか、もう最初から最後までずっと面白いし、ずっと怖いしというか、変な家は導入が、まあプロットが見事だよね。だからまあ映画化するわけで、この後その話するんだけど、でその変な家の2がまあ出ているんだけど、まあなかなかなんかいろいろとなんかいろいろやったなっていう感じがありましたかね。まあでも楽しめたはもちろん楽しめたので、まあまあまだ読んでない人は読んでみるといいんではないかというところなんですが、この前作の変な家の第1弾が来月、これですね、3月の15日から映画公開が始まると。ここにも出てますからね、かわいいね、やっぱすごいよな。これね、二郎さんってのがね、栗原役が二郎さんってのが、これは本当に見てみないと分かんないけどね。いやもちろんこの人何の役でもシビアな役もできる、うまい俳優さんだから、まあ、できるんだろうけど、この見てる側が二郎さんが出てくるだけでちょっとなんか面白い感じとかを期待して見ちゃうのが入っちゃうから、大丈夫かなっていう、まあ、ただ確かにこの受け継さんの話もちょっとだけこうなんかプッてなるような雰囲気も若干入ってくるところもあるから、まあ、にしても二郎さんかって、俺ね前挙げたね動画のねこれかの予想では高橋一生とかがいいのかなとかもいう話をしてたんだよね。まあでもこれは絶対見に行くやつですね、楽しみだよね。間宮祥太郎もいいと思うし、まあ川栄と、まあ、このあたりはねいろいろちょっとネタバレにつながってきちゃうから名前とかを伏せているんだろうけどね。斎藤由貴はね多分この動画の中でも触れてたと思うんだけどね、多分当たってたと思うんだけど、まあここはやっぱりかという、
石坂浩二さんが来るとは思わなかったな。まあでも確かにこういうおじいちゃんの役もできる年齢ではあるからね。この人その見た目がむちゃくちゃ若いけど、まあ、確かにできるよな、こういう役もな。このね、犬神家におけるね、金田一耕助をやってた人が こっち側で出るっていうのがまたちょっと面白いですよね。でまあこれがね、新旧でいうところの新なんですけどね、これですよ。3月の22日からこの名作十角館の殺人がHulu、また今度はHuluかって、もういっぱいいろんなところがもうオリジナルで作って自分のところの会員数を増やそうとするから、もう大変だよな、もんなお金ないのに。十角館の殺人、これですね。これまずね、見たことない人は明日にでも書店行って読み始めるといいと思いますよ。これはもう日本のそのミステリーの金字塔ですから、十角館の殺人で、これって絶対に映像化が不可能なんだね。これ読んだことある人は分かると思うんだけど、これ不可能なんですよ。でそれを実写化にするっていうから、じゃどうやってんのっていうのは、もうちょっと見てやろうじゃねえか目線にはこれどうしてもなってしまったって、こうそうだね、もう不可能なんだもんとしか言いようがないんだけど、ネタバレになるから絶対できないんですよね。あのね、これハサミ男なんかも絶対不可能だと思うんだよ。これも結構名作ですよね。あ、ピンと合いましたね。ハサミ男も絶対できないと思うんだけど、十角館の殺人もだからね、ミステリーものって小説って割とあるんだよね。この文章だから成立するトリックというか仕掛けものって結構あって、で十角館の殺人も間違いなくそうなので、これどうやってるんだろうなっていう、1987年ですよね。だからまあ新旧ミステリー対決としてね、実写化対決というかね、まあ、こっちはでもドラマだよな多分ね。これはめちゃくちゃ楽しみ。来月は3月の15変な家と、3月の22日から Hulu で十角館の殺人で、4月がシティーハンターで極悪女王がいつ始まるかというところか。